everyone. I'm Mrs. Nozaki from Family English. 皆さん、こんにちは。Family English の Mrs. Nozaki です。Mrs. Nozaki の英検4級英文法のレッスンです。今日は前回、前々回に引き続き、不定詞の第3回目です。まずは、不定詞の復習です。不定詞というのは、to プラス動詞の原型。それが不定詞の形ですよね。そして今日のレッスンは、3つ目の副詞適用法。何々のために、何々して、といった、文章になります。では、副詞適用法を見ていきたいと思います。はい。副詞適用法です。副詞適用法は何々のために、そして何々してという意味になります。こちらの文章です。He went to the park to play. 彼は遊ぶために、何々のためになので遊ぶためにその公園に行ったという日本語の意味になります。では、文章です。He は主語ですよね。そして went は動詞ですよね。行ったという、語の過去形ですね。そして to the park というのは、まあ、公園にという場所ですね。そして to play。それが、不定詞になります。では、この不定詞の、訳し方は、遊ぶためには、なぜ公園に行ったのか、なんで行ったのかを説明しています。なんで行ったのか、それは、遊ぶために行った。ということは、この動詞の went の説明をしているということです。皆さん、副詞適用法の副詞という言葉です。覚えてますか？以前、副詞と、それから形容詞のレッスンをしましたよね。その時に私が説明をしたのは、副詞というのは、動詞の説明を、するんだよっていうのを説明しました。4級的には、副詞は、まあ、動詞の説明をする品詞で、OK なんですけれども、ここはちょっと3級を混ぜまして、副詞というのにはね、実は動詞だけではなく、形容詞、そして副詞自身を説明する役割があるんですね。なので、不定詞の副詞適用法というのも同じ役割をします。簡単に言うと、前回やった形容詞適用法。形容詞というのは名詞を説明します。なので、もうこれは絶対なんですね。形容詞は名詞だけの説明なんですけれども、それ以外の品詞、すべて副詞は説明をする可能性があるということなんです。なので、もちろんこの変な話ですけど、副詞なのに副詞自身の説明。というのは、文章の中には、まあ基本的に普通の文章であれば、まあシンプルな、まあ英検4級、レベルの、シンプルな、文章であれば、主語が一つあって、その中に、そこにまた次動詞があってという、一つの文章の中に主語が一つ、動詞が一つという、簡単な、文章ですよね。だけど、一つの文章の中に副詞というのが、一つとは限らないんですね。二つあるかもしれないし、三つあるかもしれない。なので、副詞がまた別の副詞の説明をするという可能性も出てくるんです。わかりますか？では、こちら、他の文章を見てみましょう。I'm very happy to see you。日本語にすると、あなたに会えてとても嬉しいです。そうすると、この場合、まず、不定詞を見ますね。to see、会えて、何々、できてという意味ですよね。会える、会えて、何？嬉しい。この嬉しいというのは、まあ、これはもう本当に、シンプルな形容詞ですよね。なので、この、不定詞がこのハッピーの説明をしています。なんでハッピーなの？会えたから。そういうことですよね。もう一つの文章です。
70 people came to see our concert last night. 70人が、昨夜私たちのコンサートを見に来ましたという文章です。そうすると、またこちら to see が出てきました。to see 今度は、見るために。何々のためにですね。見るために動詞の来たという、説明をしています。なので、この場合動詞の来たが説明に、動詞なんで来たの？見るためにという、この不定詞が、この不定詞が、動詞の説明、来たという説明をしているので、これも副詞的用法の文章になります。どうですか？前回から3回にわたって説明した不定詞です。不定詞には、名詞的用法、何々すること、そして形容詞的用法、何々するための、何々すべき、そして副詞的用法、何々のために、何々して、という3つの、用法があります。でも、すべて、不定詞という形は、to プラス動詞の原型です。これは変わりません。ただ、日本語のこう意味、訳をするときに、やはりこの名詞的用法で訳の文章だと、何々することという意味になるし、形容詞的用法だと、何々するためのとか、何々すべきという意味になるし、副詞的用法だと、何々ために、何々してという意味に、ちょっとニュアンスが、意味が変わってくるんですね。で、何々すること、一つ復習をすると、名詞的用法というのは、何々することというの、というと、動詞の、意味を含んだ名詞に変わるということです。なので、名詞的用法という言い方をします。そして、この形容詞的用法というのは、動詞の、ごめんなさい、名詞の説明をしますよね。形容詞的用法。名詞の説明をしている、不定詞だったら形容詞的用法。なので、何々するためのとか、何々すべきのっていう、意味で、捉えてください。そして最後が今日やった副詞的用法。副詞的用法というのは、先ほどの形容詞的用法で名詞の説明をする。名詞以外の説明が副詞的用法です。なので、動詞だったり、形容詞だったり、副詞だったりといった、いろいろな品詞が、の説明になります。それが、何々のためにとか、何々してという意味になります。どうでしょうか。不定詞。普通でも不定詞はよく使われます。ぜひ、しっかり覚えて4級合格目指してください。では、レッスンありがとうございました。さよなら。See you!